キングストンコミュニケーションズ・スタジアムは、イングランド、キングストン・アポンハルにある多目的競技場、通称ケイコム・スタジアム。サッカークラブである、ハルシティ・ AFC と、ラグビークラブである、ハル FC が、本拠地として使用している。また、サッカーやラグビーの国際試合や大規模なコンサートにも、使用される。建設案が浮上したのは1997年のことだったが、 資金の調達が難航し、政府から給付された単一再生予算補助金からおよそ4200万ポンドを拒出。不足分はフットボールスタジアム整備基金から補った。春市議会は、スタジアム建設計画責任者にジョントップリスを指名。彼を中心としたプロジェクトチームは、スタジアムの建設場所や収容人数、どのような設備を置くのかと様々な問題を、 検討していった。建設場所に関しては12カ所以上に及ぶ場所を調査し、交通の利便性、住宅地と離れていること、春市議会の所有地であること等を踏まえ、現在のウエストパークに決定した。スポーツイベントだけでなく、コンサート会場としての興行も行っており、エルトン・ジョン、ブライアン・アダムス、REM、ザ・フーなどの大物ミュージシャンがコンサートを行った。 エルトン・ジョンやニール・ダイヤモンドらが行ったコンサートではチケットが売り切れる成功を収めたが、ボンジョビや REM らは観客を集めることができなかった。この失敗が影響し、現在ではコンサート会場としての使用は行われていない。ありがとうございます。